昨年米空軍所有の超音速戦略爆撃機 B1 ランカーが岩国基地に予告なく飛来したのをご存知でしょうか。表向きと裏事情について詳しく見ていきますね。本音は韓国の方も考えているのか。2020年12月16日、予告なしに突然アメリカ空軍の超音速戦略爆撃機 B1B ランカー2機が山口県岩国基地飛行場に着陸しました。2時間ほど滞在した後離陸したのですが、爆撃機が突然の飛来したことに対して様々な憶測を呼ぶことになりました。岩国基地側からは報道発表がありました。それによると、今回の B1B ランカー爆撃機が飛来した理由は、非常事態が発生した際に岩国基地でのアメリカ空軍の受け入れ体制を把握する目的だったということでした。しかし疑問があります。というのは、昨今のアメリカ空軍は保有している3種類の爆撃機、つまり B5 にストラトフォートレス、B2スピリット、今回の B1B ランカーなど、ほぼ全ての機体をアメリカ本土に配備している状態だからです。わざわざ岩国基地へ飛来する必然性があったのでしょうか。今回やってきたのは、グアム島のアンダーセン飛行場所属のB1B ランカー2機と言われますが、この機体は北朝鮮への牽制、最近では中国への牽制作戦として使用されてきたという経緯がありました。そのおかげで注目の爆撃機となっていたのです。岩国基地が発表したコメントをすんなり額面通りに受け入れることができないというのは、アメリカが中国に対するこのような活動をあからさまにする傾向があるからと言えるのではないでしょうか。トランプ大統領就任以来、やたらと中国に対する敵外心を明らかにしていますからね。アメリカは同盟国アメリカと厄介な隣人中国に挟まれた日本としては面倒な事態としか思えないのですが、岩国基地自体は2017年以降、アメリカ軍が再編成したことに伴って事業内容や規模を拡大してきました。そのため従来は神奈川県の厚木基地が収容してきた部隊や機体の移動先になったということもあります。それに加えて、いち早くアメリカ海兵隊の最新鋭機 F-35 ライトニングに戦闘機 B 型の配備をスタートさせた基地ですから、そのような危機管理に対応するケースの一つとして、予定にない突然のアメリカ空軍機飛来へ対処することも事業として盛り込まれていたのかもしれません。一般国民には知る由もないことですが、 B1B ランカー爆撃機ですが、前述のアメリカ空軍保有の3種の中でも唯一の超音速爆撃機です。その最高スピードはマッハ 1.25 と言われ、可変翼を持つフォルムと合わせ B1B 機の特徴とされています。アメリカのロックウェル社の開発した機体で、レーダー反射面積が小さいため、レーダーによって発見されにくいと推測されます。後発の B2 スピリットのように、ステルス性能を追求した
爆撃機ではありませんが、実戦では敵防空網が比較的弱い中東地域ではとても使い勝手の良い機体という高い評価を得ているそうです。といっても、この B-1B が運用を始めたのはなんと1986年、昭和61年ですから30年以上も前にことになります。当然耐用年数の問題が出てきていますから、現在は修理に修理を重ねた上で、現場部隊が工夫して使用することで延命を図っているのが実情と思われます。その使用方法とは、 B-1B ランカーが低空を飛行した際にシステムによる自動調整機能を行わないこと、つまり機体に高負荷がかかる可能性のある低空飛行はなるべくしないという条因による対応で、ごく単純な方法という感じがしますね。このため B-1B ランカーは現在低空飛行訓練すら行われていない状態というわけです。この意味では、そうした状況下で作戦遂行に関して問題がないのかどうかという検証もしていないということになります。機体の寿命を延ばすためやるべき訓練をしないことで本来の任務を果たせないというのは本末転倒ではないかという気もしますね。機体寿命の問題を考慮すると、B-1B ランカーの退役が近いのではないかと考えるのもごく自然なことです。そういえば、最近開発が進んでいる空中発射型の極超音速ミサイル試験も B-1B ではなく B-52 で行われているようです。B-52 ストラトフォートレスの収益時期は B-1B ランカーよりも早く、1955年、昭和30年から実戦配備されました。65年以上も現役で活躍している機体ということになります。しかし、よほど性能がいいのか、この B-5 には B-1B ランカーや B-2 スピリットが退役した後も現役で活躍する予定とみられています。ということは、このまま行けば2045年、令和27年まで派収益する予定の B-5 には爆撃機の総数744機のうち、すでに約 90% は退役しているのですが、残りの収益期間は100年、1世紀にまで到達する可能性があるのです。100年活躍するとは、息の長い機体としか言えないですね。現在は、新造戦略爆撃機として、ノースロップ・グラマン社が開発している B-21 レーダーが、2025年、令和7年をめどに収益するのではないかと推測されていますが、この B-21 の配備によって B-1B ランカーと B-2 スピリットは、すべて退役すると考えられています。この更新と改配によって、アメリカ空軍も構成も変化するようです。戦略爆撃機は、B-52 ストラトフォートレスと B-21 レーダーの2種類に集約し、この合計数で約175機での配備体制を維持していくだろうと見られています。新造の B-21 レーダーの使用は、今の時点では、まだまだ不明です。公開されている予想図を解読すると、B-2 スピリットに非常に似ている。全翼構造を持つ
ステルス航空機になることだけは明確にわかるようです。しかし、この機体はわずか21機しか製造されないのです。B-21 レーダーは、昨今の航空機の潮流を反映して無人飛行ができる機体になるのではないかという予想も聞こえてきます。もしも実現するなら、今までの戦略爆撃機の概念にもかなり大きな影響を与えることになるでしょう。現行の B-2 スピリットはステルス性能を優先ことによって、最高速度はマッハ 0.8 という音速以下のスピードしか出せませんでした。そのため、実戦では超音速を出せる B-1B の方が作戦行動の上で評価されました。この B-1B ランカーの退役後の爆撃機をカバーするはずの B-21 レーダーの動力性能は果たしてどの程度のものなのか、アメリカ本土からの運用する考えた場合には大事な鍵にとなりそうだと思われます。